椎名林檎。3日じゃ無理、私無理。パフィーとかマジで言ってんの？あんた歌う？昔のやつだよ全部。あ、ユニコーン。タミオ。タミオ。なんでそんな知ってんの？あ、ズッタリンジン。あなたが私にくれたもの。キリンが逆立ちしたピアス。え、なになになに、キリンが？逆立ち。キリンが。逆立ち。うっそ。ちょっと聞こうよ。どこやった？どこや。そんな面白いか。じゃあ分かった。この前のあの道一番最初に通った人ボーカル。え、どここれの前。あんた何言ってんの。じゃあ京子歌う。やだ、 K でいいじゃん。私ギターでいっぱいいっぱいだもん。そんな初めてじゃないの。本当に無理なんだって。萌えとか。萌え、萌えの声はブルーハーツじゃないでしょ。でも面白いかもね。女子がいいな。何、どうしたの？ん？中止でいいよね。阿部に後で言っとくけど。あ、もう行った。あ、行った？やるって。
あのさ、ブルーハーツやろうと思って。3人で？あとボーカル探して。リンコやってよ、ボーカル。やろうよ。だったらもう一回あれやってみようよ。もうやダメだけど、だからちょっとアレンジ変えたりして。ルーハーツ嫌なんだったらいいや、リンコ。萌え抜きであれやるとか考えらんないし。いいよ、他にやりたいっていう人いっぱいいるだろうしさ。あ、そう。だって嫌なんでしょ。嫌っていうか嫌じゃないけど、やって意味あんのかなって。別に意味なんかないよ。頑張ってよ。ありがとう。いいじゃん、日本語の勉強にもなるし。それ違うでしょ。今ちゃんと覚えられんのかって、そういう話してる。そんな私らだって一緒じゃん。そりゃそうだけどさ。その前にさ、孫さんがやりたいかどうかじゃない？それめちゃくちゃ言えてる。でもさっきのあれ、孫さんも適当に返事しすぎるし。うちら巻き込んじゃったよね。ケイ、あんたちょっと適当すぎんだよ。だからさっき謝ったじゃん。だからもしだよ、孫さんが歌うの嫌だって言ったら、しょうがない、私歌うよ。孫さん、そう、歌えそう？どうしたの？大丈夫？え、なんでどうしたの？大丈夫？何の？孫さん泣いてるよ。ありがとうございました。はい、ありがとう。